さあさあ、環境情報学行ってみたいと思います。こちらの設問形式はこちら。クーラー補充と読解問題ですね。そして読解問題ってのは内容一致のことですが、これは他の大学の対策動画でも扱っておりますので、環境情報ならではということで、クーラー補充。これを10問行ってみたいと思います。ということで、頑張りましょう。サムさん、第一段落でございます。一読お願いいたします。さあ、続いて第2段落でございます。まずはこちら空所31番ですね。考えていただけるとよろしいかと思います。さあ、これ空所の左側、棒線部引っ張ったところでございますが、自動運転の技術の話ですね。で、もちろん今の世の中がこういうような状況になっておりますので、その常識を使っていただいてもよろしいでしょうし、皆さん第1段落のこのあたりをヒントにしていただいてもよろしいかと思います。もちろんその車に完全な自主性ですよね。それを与える前に取り組まなくっちゃいけませんよと。つまり自動化が進むんですよね。ですからそれと言い換え可能なものは3番ですよね。Accelerate 加速すると。で皆さん選択肢1番 Stagnate。 もちろんそれが分かんなくても皆さん Stagflation という単語をご存知の方いらっしゃいますよね。物価上昇と景気後退ですから後退していく話ですね。で、皆さん2番の decline、これも減少する話でございますので、車の自動化が進む話とは全く違いますね。ですからやっぱり3番が正解ということでよろしいかと思います。さて、空所32番お願いします。皆さんこれは空所の右側に前置詞in がありますよね。うにゃうにゃの中と言われたら、もちろん正解は3番ですよね。もちろん埋め込む。それは何々の中に埋め込むんですから、前置詞インとぴったりですね。で、1番リバイズは修正する。2番イグノアは無視する。ですから前置詞インとバッチリなのは3番ということでよろしいかと思います。さあ、続いての段落でございます。まずは空所33番お願いします。まず皆さん空車の右側見ていただきますと、そうした車を買うという考えと書いてますね。で皆さんその考えとつながらなさそうなのは3番ですよね。プレイと書いておりますので遊ぶのか、もしくはプレイヤーロールのように役割を果たすという話なのか、うまくいかなさそうですね。であと皆さん選択肢の1番か2番かということですが、1番は同意する。で、もし皆さん2番が分からなければ保留で構いませんからね。で、もちろんそうした車という話が書いてありますので、この手前の段落の表現は差しそうですね。で、皆さんもちろんヒントはこのオレンジのところでもよろしいかと思います。もちろん読んでみると、自分自身の安全性、それを優先的に考えてくれる自動運転の車、それに乗る方を好むと書いてますね。ですから比較が行われておりますので、このオレンジの方を好むということは、こっちの緑の方は好まないという話になりそうですね。ですから自分自身の安全性とは反対の話につながりますね。ですからこのあたりと話がつながりますね。乗客が危険な状態になるわけですからね。ですから当然同意するわけではないですね。ですから2番が正解ということでよろしいかと思います。で、皆さん2番のこの balked、躊躇するという意味でございます。まあ、もちろんそれが分かんなくても答えは出せますが、野球をご存知の方ですね。ピッチャーのことを思い出していただけるとよろしいかと思います。で、野球をちょっとご存知ない方ですね。ピッチャーが今から投げると見せかけて投げない。つまり投球を躊躇する。それを balked と呼ぶんですね。まあもちろんそれは参考程度でよろしいかと思いますが、この緑とオレンジの対比関係ですね。そこから2番が正解ということでよろしいかと思います。さあ続いて空所34番お願いします。で、そこら主語が lawmakers、法律を作る人。つまり立法者ですね。その人がすることと言われたら、もちろん正解は3番ですよね。規制すると。で、もちろん1番デザイン、設計する。そして2番も製造する。そっちは自動車関連の企業に勤めてる人がすることですよね。ですからやっぱり3番が正解ということでよろしいかと思います。さあ続いて問いの35番お願いします。皆さんこれは空所の前後の関係を考えていただけるといけそうですね。もちろん左側ヒューマンエラーが原因となって結果的に交通事故が起こるんですよね。つまり左側が原因、右側結果、その因果関係を示すものと言われたら1番ですよね。
別にこれはいろんな動画でお伝えはさせていただいてるんですが、前後は因果関係ということで非常に有名な表現ですからね。でもちろん2番 prevents、 それに因果関係はないですし、で3番 stems from、 これは from の右側が原因で stems の左側が結果ですから、因果関係は示しているんですけども、こっちが結果だったら stems from ということでよろしいかと思います。ですが今回はこちらが原因でございますので、1番が正解ということでよろしいかと思います。サミさん、続いての段落でございます。こちら空書36番お願いします。デビさん、1番は歴史的な、2番は仮説の、3番は現実的な、デビさんどれにしますかということですが、もちろん皆さんこれ実験をしてるんですよね。ですから実験につきものと言われたら、なんか2番の仮説がいけそうですね。デビさん、具体的には集団の利益のために1人を犠牲にするか、皆さんもしくは集団を犠牲にして1人を守るか、そのどちらかを決めなくちゃいけないんですね。ですからあくまでも仮説を立てて検証する話でございますので、2番のハイポセティカル、仮説のが正解ということでよろしいかと思います。デビさん、次の段落には設問がないので一読だけお願いします。さあ、続いて第6段落でございます。まずはこの空書37番お願いします。皆さん、これは空書の右側ですね。物体の速度だけでなく、その車そのものがどれほど速く移動しているのか、それに基づいてうにゃうにゃなアクションですね。皆さん、例えば3番 sled、 糸の話はしてますかね。2番 cost、 費用の話はしてますかね。そしてさらには必要なデータを素早く集めて処理すると書いてますね。ですから一連の動きを計算していると考えられますので、正解は1番ですよね。 A course of action、 一連の行動、まさに物体の速度だけでなくって自分がどれほど速く移動しているのか、それに基づいて必要なデータを集めて処理する、まさに一連の流れですね。ですから正解は1番ということでよろしいかと思います。さあ、続いて空書38番お願いします。皆さん、これは空書の左側、このバットがヒントですね。皆さん、バットの左側読んでいただけると、いつも可能というわけではないんですね。ですからどちらかというとマイナスですから、空書のところはプラスの価値観が入りそうですね。皆さん、3番エダマンとはちょっとさすがに保留になるかと思いますが、1番と2番だったらいけそうですよね。で、2番は懐疑的な、マイナスの価値観ですね。で、一方1番は自信ですから、プラスの価値観ですね。ですからどうやら1番がよろしいようですね。で、ちなみに3番をご存知の方、断固として主張する、まあ試験中分かんなければもう本当に保留のまんま行くしかないんですが、じゃあ断固としてっていう話がつながるかというと、皆さんこの辺りヒントかと思うんですが、皆さん水量の話が書かれておりますので、断固とした、もしくは固くなにという話とはつながりにくいですね。ですからやっぱり1番が正解ということでよろしいかと思います。サミさん、最終段落でございます。こちら空書39番お願いします。皆さん、これは空書の右側に認めている話がありますね。まあそしてあの選択肢が見えてるからなんですが、直前の段落にも認めている話がありますね。ですから両者ともに認めるということは、2番の likewise、 同様にということでよろしいですね。ですからこの人が認めており、さらに同様にこの人たちも認めているということでございますので、意味内容的に2番ということでよろしいかと思います。さあ、皆さん、最後でございます。空書40番お願いします。で、皆さん、これ空書の左側見ていただきますと、乗客と歩行者の安全に関してのお話ですね。そうすると皆さん、まず3番が消せそうですね。無関係、皆さん無関係なものというのはそもそも共通点がないということを意識してるでしょうか。例えば皆さん、鉛筆とカツ丼、関係性ないですね。無関係で、共通点はと言われたらないですよね。で、今回は乗客の安全と歩行者の安全、安全という点が共通点ですね。ですから、そういったところから3番はダメそうですね。で、皆さん、1番ですが、 alignment、 で、これ綴りをよくご覧になっていただけるとよくわかるかと思いますが、 line、線というところから来てるんですね。そこから皆さん、アライメントは一直線にすること。で、皆さん、もしそれが分かんなかったとしても、皆さん、2番をご存知の方、結構いらっしゃいますよね。at odds、 一致しないとか食い違うんですね。
デビさん、食い違うという意味がどこから出てくるのかということですが、例えば odd numbers、 奇数という意味でしたね。例えば5であれば3と2、7であれば4と3、つまりどっちかが多くてどっちかが少なくなるんですよね。ですから偶数のように割り切れないと、平等にならないんですね。そのイメージから皆さん食い違うという意味と認識していただけると嬉しいかと思います。じゃあ皆さん、今回1番2番どっちにしますかということですが、皆さん空襲の左側にこれがいますよね。 different、 違うということですので2番が正解ということでよろしいかと思います。皆さん、お疲れ様でございました。皆さん、空欄補充10問全部いきましたか？皆さん、やってることはですね、他の動画でもお伝えしているものと同じでございます。これですよね。言い換え可能な表現を探し出すことでしたね。ただ皆さん、難しいと思われている英単語もやっぱり出てきてしまいますね。先ほどの問題で言うと、例えば、alignment。で、これをどうするんですかということなんですが、TOEIC では標準レベルの単語なんですね。つまり、alignment なんかも普通に出ております。ですから、本当は皆さん、TOEIC も頑張ればいいんですけども、その TOEIC の勉強を学校と並行してやるっていうのはなかなか難しいかと思います。ですから他の動画でもお伝えはさせていただいてるんですが、私は TOEIC の英単語に関する動画も配信しておりますので、そのリンク先は概要欄に貼っ付けておりますからね。ですから一度訪れていただいて、それを使って勉強を進めるというのも一つありかと思いますので、参考なさっていただけると嬉しいかと思います。ということで英単語も頑張りましょう。